山陽学園大学のボランティアサークル愛の学生6人が、岡山市東区の豊小学校の6年生40人に特別授業を開きました。使ったのは LGBTQ 啓発カルタ。ジェンダーに関する差別・偏見をなくそうというメッセージが込められていて、学生たちが岡山市の岡山芳泉高校の生徒と制作しました。このカルタにはある工夫が。否定しない、それってとっても大切。はい、こちらの絵札、裏返すと読み札で使用された文言の説明が書かれてあるんです。子どもたちは8つの班に分かれてカルタを楽しみ、絵札を取った児童が裏に書いてある説明を読み上げて、LGBTQ への理解を深めていました。LGBTQ って言葉を知らなかったので、今日をきっかけに知れたことが嬉しかったです。周りにそういう性に気にする人たちがもしかしたら出てくるかもしれないから、この授業を生かしてこれからも歩んでいきたいです。LGBTQ の、意味とか、あと生活の中で言葉遣いとか、意識していってほしいこととかが、そういう私たちが伝えたい部分が伝わっていたのが分かったので、よかったなというふうに思います。 LGBTQ 啓発カルタはボランティアサークル愛の公式ホームページから申し込むと無料でデータがもらえます。